皆さんおはようううございいますす多分そういう時間です <laughs>、えっと、2020年の5月の28日いよいよ本日はさやしり央ちゃんバースデーということで、えっと、この動画のシリーズもう実は先ほどの10.5と言ってたので11章にするんですが12本計取ってるということになりますね。 どういういことかととか申しますとね、5月の1日に、まあ、今更振り返るかって話なっちゃうんですけど5月の1日にインスタ解説小林里帆がありそこで上げた動画がまあバッド評価もあるんですけど僕初めての1万再生以上になっておりましてでその後コメントを返していくところで世界観の広がりというのを僕なりに YouTuber 始めて、えー、最大の広がりを感じてしまい。 もうこれはやめるというわけではなく、お互いでやっていくことがライフスタイルなんじゃないかなと思いシリーズ化しております。前置き長くなりました。<laughs> まあ、お付き合いいただいている皆さん、引き続きですけども、初めて見たよという方は、えっと、国尾チャンネル、ぜひチャンネル登録してください。あの、人生と一緒で、この、ストーン、ローリングストーンでいきますんで、<laughs> ちょっと、外しそうなんで、戻します。<laughs> えで、で、今日は、さやしりほちゃんの22歳のね、お誕生日ということでございますから、 まあおそらくコメント返し動画史上最長になるんですが史上最長あまりに超えそうだった場合一度初の一度ストップで撮り直しということもやってみようと思っておりますなのでまあ今日お届けしたい内容をお伝えしてまいりましょう前,前回の 動画になります。さやしりほちゃん、ユイメタルアイドルはアーティスト論、政治的発言へも。そして最後に、えー、僕からの動画の最後に質問を僕からしたんですけど、それに回答してくれた方々にもお答えしておきます。これも前置きしておきますね。いくつかセクションに分けてお話ししようと思って考えてまとめもしたんです。そうするとあの偏りが出ると思い,い、これは心情的にもこの。 熱いところとこの下がるところとというは連鎖してはいけないから、今まで通りもう順番書いてくれた順番に読み上げて話していくというスタイルで今日はやってみようと思っております。まあ最初のちゃんの誕生日どれぐらい長いシリーズになるか分かりませんけども、ぜひお付き合いいただいければと思っております。じゃあ早速いっちゃいましょう。じゃお読みしてまいりますね。まず田中さんです。もう田中さんは前回の動画でたくさんお返ししたんですが、お読みしていきます。 <laughs> さっきあるファンでベビーメタルは BM と言わないでください。バンドメイドと間違えます。すいませんでした。で、上杉信玄さんがこれを細かい細かいと指摘していただいてます。いやーありがとうございます。もう私のせいです。それで田中さんがこれに少々違う角度で応戦しておりまして、それも面白いと思いました。それで、3、8、 810トトロさんが、えーとベビえー、バンドメイドは人気急上昇だしワイドショーにも出てるからベイメタルを知名度逆転しそうつまり BM はというこれもリアクション頂い,いておりますこの一連もう僕のせいすいませんありがとうございますという感じでスタートしましょうそして田中さんがまた書いてくれてますビートルズは渋谷洋一いわくポップスグループで落ち着いたようですそしてご自身の追進で渋谷洋一といえば昔絶 p のファンだったような気がする そうですねこれ、えー、ロッキンオンを、ね、創設された渋谷陽一さんのことでしょう。そして、ここの ZEP のファンというのはレッド・ツェッペリンですね、のことだと思います。ねえ、もうあれ、これはライブハウスの ZEP ではないでしょう。で僕、渋谷陽一さんの,あのトークライブは行っていたという話をしたような気がしてまして、そこに行ったのがもう学生の時からだよ、の大のファンだよみたいなことに対して、おそらく返してくれたなと思います。ありがとうございます。 じゃあ続いてまいりましょう。えっ、ー、と、よしつーよしさん、いつもありがとうございます。えー、動画回数重なるごとに面白さが増して、毎回楽しみですが、国尾さんは開始大変ですね。BM ではないですが、ベビーメタルと言えばいいですね。<laughs> ではないですが、進撃な努力で動画登録像を頑張る姿勢が同じく、漢字交換モテます笑い。えー、せっかくベイメタ取り上げてくれているので、えー、なお応援します。 海外のリアクション動画さえベビーメタル取り上げると10万いくので英語タイトルも入れたらどうでしょう海外進出本日の論点のベビーメタルはアイドルオタが音楽性重視かはいろいろな角度からファンを取り込もうとしているコバの完璧主義のなせる技じゃないですかねだからいろいろな食いつきがあって当たり前だと思います国夫さんの分析はほぼ同感できて理解しやすいです取り上げてくれるのでまた書き込みます笑い アイドリングは彼女たちの性格が好きでしたね。アイドリング好きを取り上げてお礼をしてくれた人がいたので追記しますが、何かアイドル活動に徹してる感が清い、尊いと思いましたかな。ちょっと弱いとこすいません。しかしありがとうございます。えー、毎回ね、こう、もう、僕みたいな感じで喜んでいただけてるっていうことが喜びでやっております。嬉しいですね。で、これ、ね、この、 論点とというかアドバイスのところって英語だよね英語タイトル入れたらどうでしょうってこれは、えー、もう線を追加したのでそんな遠くない近々でこのチャンネルで試してみるべきかどうか分かんないんですけどあの英語のみでまあディスカッションするようなその生ライブなのかこういうトーク画像なんか何か作るトーク画像意味ねえと思うんであのなんか作りますよ。 これもうチャンネル作った当時から考えてたやつなんでタイトル入れて検索でもいいのかもしれないけどねあ,あと字幕を英語の字幕誰でも入れられるように今設定しているんですよなのでお得意な方やっていただければ僕がやりゃいい話かもしれないけど持ち時間をどうするかの今 <laughs> 悩みがありますなので、えー、誰かお貢献していただけるような方おりましたら遠慮なくコメント欄でもいただければ もうほぼほぼ前向きなチャレンジは全部 GO でやります。そんな感じですね,ね。で、あとアイドリングね。この辺のアイドリングもハローと関わりのあったものなんていうのをやっていくと僕のこのチャンネルとかでは面白いかもしれないんで、その辺もしご推薦のものがあったりしたら何かトピック考えますんで、ぜひ引き続きリクエストなんてのお願いします。まあ、ここはこんな感じかな。ね、いつも見ていただいても嬉しいね、これね。うん で励ましの言葉ありがとうございます引き続きよろしくお願いしますじゃあ続いてまいりましょうあ推進だったえっ、ー、と最後の海外海外のでは宗教観政治論当たり前その通りですこれよしつよしさんね連続でこれもうその通りで行かれた方みんな分かってると思うんですけどで補足でやるともう飲んでて話してって例えば全然宗教観違う人とかいたとしするじゃない。 そうすると、誰かが自分の宗教観を話し出すと対抗じゃなくて静かに黙るるるよ。よ。終わるまで待ってるよそれがねヨーロッパとか特にそうですよ宗教でも何百年も殺し合ってきた先祖から何か教えがあるでしょうね誰かが攻めてきた時もう戦うなと黙っとけと <laughs> これ今想像ですけどそんなこと思いましたでその後でも音楽の話とかで仲良くやってるっていうのがあるんでうん かそういうところから学ぶことあるなっていう話でした。引き続きお願いします。じゃあ続いて、えっ、ー、と、ランナ、ラン、ルナメタルさん。いつもすみません。こんにちは。新たに書くことは今のところありませんが、前回のライブネーションの件です。これなら見られますかね。登録1000人もうそうですね。頑張ってください。で、リンク貼っていただいてます。拝見しました。ものすごいラインナップのメンツで。うん。まあ、それは行きたいわなってやつでした。で、えー、1000人ありがとうございます。もうおかげさまで。 先ほど冒頭でお伝えした通り超えていっております、えー、減らないように頑張ります引き継ぎお願いしますじゃあ続いてまいりましょう、えー、とトラヤトラオさんユイのことについてはあ小刃に消えってのは分かっていますがあの人何も答えてくれないし誰でもいいからまともかっこそうな人を見つけちゃうと聞いてしまうのが YMY の悲しいさがなんですかねやはりやばいやばいマジやばいになっとるな <ほ>う <laughs> なるほど、うん、聞ける期間があるんですねコバメタルさんにねでも帰ってこないっすよなかなかそれは今はでもツンクさんだったらどういう感じかっていうとフェイスブックであれキャンプファイヤーがなんかであの課金制なんですけど月1,000円ぐらいだったと思うんだけどそうするともう何でも絡み放題っすよだから小バさんもそういうことやったらいいのかもしれないですね <laughs> なんてこと考えました でユイメタル系のところの憶測ものとか定期的にするかどうかはともかく議論するべきことがたまったら全然僕拾いますよだって気になるんだったらもうねアベンジャーズ確定かどうかっていうところも次の動きの前には話としてはあってもいいかななんてもうここまでやったらさすがに思ってるんで何かあったら遠慮なくてお願いします引き続きお願いしますじゃあ次行きましょうえー、っとあ同じ句じゃないですか虎ト虎オさん うん、あ、これ自分に追伸してたんだ。失礼しました。じゃあ、本文をお呼びします。 えーと興味深いお話いつもありがとうございますまたバカな質問と無駄話ですがお付き合いくださいユイメタルの問題は状況証拠から見ればやっぱり契約上の問題が濃厚ですか正規メンバーを増やせないのもそこが原因に思えてきました一日も早く完全体のベイメタが見たいものです10これ10月10日かな10月10日に何かありそうだったんですがコロナで吹っ飛びそうですし今後は心配ですあとユイについてまさかあんなことになるなんてってミキコさんがインタビューに答えています 何か考えられることってありませんか便,、えー、便利に質問してすいません。私はサヨシさんを押しています。これは最初からです。他の2人もこのクラスで、えー、なんだこれ整えるんだと期待したので桜の子だったのでがっかりしました。そうじゃないとアベンジャーズは名前負けします。スーとモアは言ってみればメジャーリーガーそれに比べれば桜の2人はあ高校球児みたいなもの本当は同じ舞台に上げちゃいけないんじゃないか。 壊しかねなサヤシさんは侍ジャパンのエース格というところでしょうか,かっこハロオタの皆さん怒らないでねベビータから見れば無未知数なんてかっことししかし最近在宅なので、えー、桜学院の映像を掘り起こしたりしちゃうとあの2人が愛おしくなりいっそ2代目ブラックベビーメタルとして残してほしくなるスーモアも休めるし良いんじゃないかと考えたりしています。 うー鞘師さんにも歌ってもらって2つのベビーメタルも悪くない過去こんなことを書くとメイトに殺される中とじ次の10年を考えればいくらでも手を用意した方が良いに決まっていますもんねで先ほどの推進だったんですね失礼しましたそしてありがとうございますなーるほどって感じですねこのね僕10月10日のってのは分からなくて美希子さんのインタビューがまさかあんなことになるなんてって存じえないんですよ でこれはどういうふうに答えたらいいかが分からないので保留にしましょう。で差額の他の2人っていうことでしょこれに関しては僕も実は同意見であのもしなせることが可能だったら流動的にするのもグループとして新たな発見があって面白いのかなっていうのは思っちゃってる方です。だけどオリジナルのメンバーでのドラマとか重視する人でそうなるとどうなるかって言ったら。 スーメタルかモアメタルがやめるっ,て言ったらなくななくるグループなんですよこれを美徳と捉えてしまう感じなのかいやいやこれはもう後期と捉えてベビーメタル自体が先々に進んでいくグループにするとでそこで鞘師リホが必要かどうかっていう話なんですけどこれはもうずっと同じこと様子を伺っているこの1か月近くですよ鞘師リホがそれやりたいなら応援それやりたくないんだったらベビーメタルのところでは「アベンジャーズ」で「 なんうのその空気感の中に触れていくことでさやしのワールドツアー対応っていうのを鍛えていくってことなんだと思うんでここはグレーのままという感じですねなので何,何を申し上げたいかというと僕構造というところに特にあの不確定なものが主体であることっていうのは悪い状態でないと思ってるんですね。確定すればするほど崩れる可能性があるからですね。 なのでおっしゃる通りで他のメイトに殺されるみたいなことはある,そう,あるそうならば仕方ないんですがこれはあくまで僕のすごく俯瞰で見た考え方なんですごく例えば熱が入っていて、えー、例えば僕「ジュースジュースなんてグループっていうのは熱が入って見れたりしてたんですけどオリジナルの5人じゃなきゃダメだと思って見てた墓といったらそれも手だし途中でメンバー増員して7人っていうなった時期があったんですね。 その7人の時期というのでもう嫌だ5人じゃないとダメだって離れた方当然いましたですけれども僕どんな感じだったかっていうといやこれは大人が話し合って本人たちも当然いろんな感情あっただろうけど受け入れて7人でやったんだからそこを応援できないほどの器の小ささでいいのエンターテインメントそんなそんなレベルそんな角度なのっていうふうに僕は思ってたんですねだって 全世界の大人中が考えて、絶対考え込んでそのオリジナルの方がいいもあったのに、手で手で詰めていったら、詰めていったら、その手が最上ベストだと思ったから選んだわけじゃないですか。っていうふうに僕は全ての音楽グループにそう考えるようにしています。ね、なので、一番いいチョイスをしてほしいですねってことですね。引き続きお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いてまいりましょう。 ままままんるるささいいつもも楽ししくく拝見させててててらってますすすす曲を聞いて感動して会いに行きたくなわわかかりますかりすぎます自分は前におしをこんな感じで好きになっていくってコメしたことあったんですが好きになる前にあれって気になった時は鳥肌立つっていうんですかね続々となるんですよね、えー、それでそこからがっつりハマってしまうというかダンスの熟練度のお話もしてましたがそれもすごい共感ですマッサラブルージーンズの急登は神の領域に行ってるんじゃないかと思ってます やり込まれすぎてダンススキルなど当たり前ファンを楽しませるためのスキルの詰め合わせ同じ曲をライブで長年やっていくことの凄さを思い知らされた曲でした SSA のまっさらは「王霊のマイミーのところで何回見ても鳥肌涙出てきます全然話はずれてしまったのですがキュート解散後ぽっかり穴が開いてしまってそれを埋められず数年が経ち元キュートの一人一人は当然大好きだし応援しているのですがやっぱりなんか違うんですよねかっこ涙。 そこで最近、国尾さんを知り、また何かを応援したいと思って勉強させてもらっているんですが、なかなかあの、見つけた、あれって時の鳥肌や武者震いが来ないんでいます。まあ、じゃあ、ンバルルーちゃんもすごいなと思うんですが、なぜかブルッときません、涙。最後のしてたのが急騰だったのがいけなかったのかな。国尾さんの動画で勉強させてもらいながらゆっくりおしを探していこうと思います。もう少しで登録者1000人ですね。ありがとうございます。そして、 1000人前に返せすいません。<laughs> ありがとうございますね。さあさあさあ、これはもうあれですね。ご本人のメンタル面の相談ですね。<laughs> ねえ、えーと、多分もう、ま、マジな人なんすよ。で、熱量高く上げちゃう、上げ上がった自分、よしってなるお仕方なんだと思うんですね。で悪くないと思います。だけど、当然その燃え尽き症候群的にもおにもあると思うんで、そこに面していて、その最初の 厚いボルテージを探してしててまうってことだとだ思うんですよでこれだとこれアドバイスというかもうそういう方いっぱい見てるんで素直に言うとこれだと後期を逃しますよなぜかというとバッターボックスに立つチャンスがないから必然的にアンダー数が減るんです。試合感が鈍ってくるんです。よく言う話なんですけどイチローの100安打もし100安打と考えましょうこれを300打席で打つからすごいんですよ。ねえ。 もしこれが例えば400打席500打席で100アンダーとそんなすごくないじゃないですか。だけど100アンダーは100アンダーなんです。なので打席には立ってないとダメなんですよ。こういうことなんです。だからちょっとテンションが下がる調子悪い変えてくれじゃなくて4打席5打席あったら僕バッターボックスに立っていくことをお勧めしますね。それでボンダーでもいいじゃないですか。 3打席か4打席目に1一本出りゃいいんだもん。でもし調子悪かったら球見てみてフォアボールでもいいじゃないですか <laughs>。僕そういう考え方です。なのでボルテージ高いところというのを狙っていくもしそれはボルテージ高いところを知った人しかできない技なんでホームラン打った人しかもう一回ホームランを打とうとあの軌道を思い出してそのスイングってできないんですよ。ですのでおすすめは機会を多く持っていく。 機械損失をを少ななくすすするそんなことを思っておりますですのでの僕の動画でそれに手助けになるんであれば少なくともバッターボックス前のウェイティングサークルぐらいになるんであれば是非お付き合い願えればと思っております。引き続きお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ続いてまいりましょう。あ 連ししていまますねおやめしますねお、えー、んさあとモームスの歴史のお話し,していたので自分もリアルタイムで応援してきただけなので記憶曖昧かもですが松浦彩ちゃんでツンクさんワールドっておっしゃってましたけどモームスの方がちょっと早くあのツンクワールド的なの入ってきません憧れマイボーイとかあアイウィッシュが2000年くらいだった記憶なんでアヤと同じぐらいだったかもしれませんが。 あ,あと俗に言う「プラチナ紀」って意外とずっと応援してきた人にはピンとこないんですよね笑いなんか急に後々言われ出したぞみたいなあ左右の表現難しいってのは分かります笑い歌唱といろいろなところを評価するのではなくそこら辺全部ひっくるめて可愛いの体現者可愛い今日の神みたいな感じですよね信じることにするわみたいな左右節すらも可愛さの ためにわさとやってるんじゃないかって思わされます笑い拙い拙文章力で連投すいませんでした。いえいえ気付かずすいませんでした。ねえー、っとじゃこの件のところ時代的なところで説明、えー、補足というふうにするとうん2000年ぐらい確かに確かにであややって2001年でブレイク2002年っていうふうな感じもちろん2001年では「なぶ涙色で「紅白」出たりしてるんですけど。 で、あそこの「半年一年」ってす,すっげえ意味の複雑な半年一年なんですよ。うんなのでこのねこの曲の微妙なタイミングのズレによる意味合いの違いっていうのは確かに説明しづらいですね。でもわかります。で僕は松浦になぜつんくさんのワールドがあるかっていうふうにしてたら一人の女の子に絞ってつんくさんがシャランキューで一人の自分っていうのと向き合うような歌詞のところとの比較で言ってるんですね。 モーニング娘では一人の女の子に対して曲提供したってないわけじゃないんだけど物語になってないってことですよ単発になってるってことですねでつんくさんの「一人の女の子」と言ったら僕は「ファーストキスという松浦ちゃんのデビューアルバムにすごくそれが出てる気がしてなのでもう面白さ倍以上になったっていうのが僕の体感と捉え方っすねそこはちょっと誤解しないでいただければと思いました僕の言い方が悪かったらすいませんでした であとこの「左右論」ね「左右」はもうあざとい一言でもくくれないしね「で、可いい」の探究はやばいっすよあのノーマルに見せかけて全然作り込んでるノーマルってやばいっすよ。ちゃんとこの間僕の動画とかでも言ったんですけど ちゃんとミヤみたいに夏焼みちゃんねみたいにおしゃれ度女の子と女子力ですよねメイクであったり小物使いファッション使いとかで作り込んで今のトレンドの同世代女の子勘って出してくれてんだったら「おー頑張ったねそしてそこその仕事いけるねこれいけるね」とかなんかなってく感じなんですよ。 ある程度作り込めるところ行かないでナチュラル感を出すために一回作り込んで削ぎ落としてきて自分に向くものも定番を集めちゃってる状況なんですよ。そうするともうやつの出すカード出すカードが洗練されてるんですね。もうハートのエースって言ったらハートのエース3、4枚持ってるんですよ。ルール上おかしいですよ。だけどそういう感じなんですよ。これがね、左右なんです。うん、だ手品なしだね。<laughs> ハートネースに見えんだもん。ハートネースの4カードぐらい出してるの。ないじゃん、そんな。<laughs> っていう感じです。最後の場合は手品なしで、えー、い,いきましょう。<laughs> 間違ってたすいません。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ次いきましょう。えっ、ー、とカルク、車椅子さん。いつもありがとうございます、えー。テーマですね、全くの素人ですが、私なりの考えを述べますので、えー、間違っているところをご指摘いただければと幸いです。いただければ幸いです。 1, 1音楽市場について日本の市場は80%くらいが国内のアーティストの音楽で構成されていると聞きました1億人の人口と80%のシェアがあろうからこそ日本人アーティストは国内戦略だけで十分なのでしょうか逆に中南米、えー、南西アジアアフリカなどは国外音楽のシェアが多いのでそれを狙わない手はないと思います 2マーケティング戦略について数年前から海外の有名ミュージシャンは世界各地でのコンサートを重視していたように感じますこの時代なぜと思ったのですがコンサートのコンテンツを SNS 拡散しているのでしょうか CD よりストリーミングの時代になりましたまたテレビより SNS の方がコスト低く全世界に反信できる利点があると思います SNS を上手に利用すればピコ太郎のようになってしまうのですから国夫さんも YouTuber になり,な,りなりたいとおっしゃってたような えー、追記かっこ動画で読んでいただかなくても結構です。なくなるので、あら。<laughs> 一応読んじゃいましょう、本物読んだから。ベイメーターはサードアルバムに世界各地の音楽テストを取り入れました。そしてその地、その地でのコンサートを予定していましたが、中止となりました。戦略的にどうなるか楽しみでしたが。ありがとうございます。えー、お答えしていきます。1、音楽市場についてのことですね。うん、これはね、うーん。 十分っていうのをどこに捉えるかですよえ基準をどこにするかってことです。で基本的に日本人皆さんはアメリカの3億っていう市場を例えにしやすいですしそこの成功というのを成功と言いやすい。なんかそれが日本人気質と思っていただければあまり間違いないと思います。でそこの話になるともうこれ例えとしてどうなのか分かんないですけど、まあ、価格帯も違いますし。 でも、規模で考えたら、もうちょっと日本というのは価格上に上がってもいいところもあるっちゃるんですよね。うん、だ,だけど、何を成功と捉えるかなんですよ、うん。日本人というのは、これは全員じゃないですけど、大きく言うと、たとえ2つ出しますね。大きく言うと、コンパクトに成功っていうのは、人一人が食っていけるのの倍ぐらいの給料ってこと。だと、もう、 音楽でで飯食ってるっててる言いがちですよ、まあ、どれぐらいかわかんないですよ月給で例えばうんサラリーマンどう,どうだろうね今30歳ぐらいの平均年収が300万というようなデータもこれもどうやって取ったかわかんないですけど300万東京で生きていけないはずなんで、えー、500万としましょうか500万で、えー、年収でやっているっていう人で音楽業界で1,000万だったら成功っていうふうに言うとしっくりきません 年収四か月ぐらで1,000万って言ってたらあまあまあこれだけで夢がありそうに聞こえるこれが多分日本人そんな遠くない基準ですよでアメリカどれぐらいしっ,ったらもう億です円で言ったら億ですそれも1億とかじゃなくてもっと上の億ですその辺がもう感覚の差なんですよ で当然そこに持つあるためのビジネスっていうのを打てる人たちがいるしマーケットとして実は結構シンプルだったりするんで取り分とか回してるやつらも多くない日本はどうしても事務所とレコード会社というのの配分が多いようになってしまったから、まあ、その分セキュリティがしっかりしていたり質とか物流に関しても本当に間違いがないっていうところもあったりするんで何とも言えないんですうんだからどっちを取るかの話だと思います。 でここ重要なとこ行きましょう中南米南西アジアアフリカいいとこターゲット上げてますねで中南米はい,いけるんですよですけれどもそうなるとポルトガル語圏ブラジルっていうのはいいんですよね2億人の人口があるだけど価格帯が、うん、物価が安いんでこれはあそこに地の利じゃないですけどあそこに本拠地を置かないと多分ビジネスとしてはそんなにうまみないはずです でじゃあアルゼンチンだとかメキシコなのかといったら同じく物価が安い人口はいるけどってやつですねなのでほぼほぼやらないんですよ、うん、これが事実で、えー、順番で言うと南西アジア行きますか上げてらっしゃるからここもうん物価ですね僕インドネシアとかっていうのはすごく日本のものに対して熱気があり あ聞いた話ですけどイベンター連中日本のことでお祭りやるって言ったら100%国が出資してくれるらしいんですよで日本界隈のことでアイドルも含めて文化のイベントオーガナイザーって結構人数いるんですでそいつらも日本に頻繁に来てたりしていろんな情報交換もしてるし向こうにちゃんとオファーかけて、えー、自分たちでイベント作ったりしてるんですねでもじゃあそこが日本と物価どれぐらい違うかって言ったらいい例出しましょうファミリーマート、えー、インドネシアにはあります えーとね、コーヒーがあるじゃないですかセブンイレブンである100円のコーヒーこれいくらだと思います向こうでちょっと考えてみてくださいすいません無駄な時間使わして、えー、と考えてもらったと思ってお答えします大体日本円にしてこのカップのお茶が20円ですということはどういうことかというと物価が5分の1なんですよだとしたらどう考えるかといったら向こうで えー、10万枚のヒットを出したっていう風にしましょう。うん、で CD はもっと安いです。でいろんなものが価格安いです。もう少し時間経ったら高くなるかもしれないけどでもどういうことかといったら渡航費も入れたり宣伝費も入れたりしたら元取れないんですよね。でこれはラオス行ってもそうだしもっと安くなるしね。うん、でベトナムはもう少し上がってくるけど人口が少ないんですよ。 こういういろんないろんな構造上でどうできるかっていうふうにしたらインドネシアフィリピンというのは魅力的なんだけど合わないんですよ。ねだからどうするかっていうふうに考えたら僕はインターネットで広告入れてって売り出すっていう戦略の方が上手なんじゃないのかなとは思ってますね。うん、どうしてかというと広告費用が安いし向こうのイベントにやらせれば向こうの国の内需でやってくれるから。 こういうところっていうのは国際関係の付き合いとかの中では意外と若いやつらが熱気バイタリティあるし人口もすごく多いんでどっか上の日本のお金出しやすい世代出しやすい新しいベンチャーみたいな会社のところとうっかり組んじゃったらどんとバズると思ってますけどねそんな感じですでアフリカアフリカはやれば早いんだけど今だと一歩早いんですよ 0.5歩ぐらいとか0.23歩ぐらい早いところでどっかもうインフラで言ったら中国が先行してるところにどさくさで乗れたらすごく強い、うん、僕それを思ってますあとんていうんですかねアフリカってインフラ圏でいうともともとイギリス領圏のところってインフラしっかりしてるんですよねだけどフランス領だった圏っていうのがインフラも含めて水道とかそういう水回り含めて少し汚いんですよ あと、うん、フランスで一緒ですよ、時間が守れないの。この辺っていうところをどういうふうに考えていくか、うん、今、僕、すごく興味あるんで、アフリカですよね。なんか考えたいなと思ってるんですが、うん、今年はもう具体的じゃないんで、来年、再来年以降、本当、オリンピックやってくれればね、うん、そこの大使館系とか入ってって、うん、なんかコミュニケーション取っていくっていうのは手だなっていうのは考えてたやつです。 なので、これは、まあ、何かしらの動きがあったりしたら面白いなと思ってるんで、必要な時にお話ししたいと思ってます。じゃあ、これ1、長くなりました。こんな感じ。で、二ですね。で、マーケティング戦略に関してというところでしょう。えっ、ー、と、これはね、SNS も正解。SNS 正解です。で、ピコ太郎のようになってしまって、なってしまったらすごいですから。で、これ、国夫さん YouTuber になりたいですかに関しては、なりたいんです。で、理由は大きく3つ。 国内のととこころでリモーートワーク的なことって言いますよね僕は DJ をやったりクラブイベントをやっていくっていうことはまあこのコロナショックでもそうですしもうこれが始まる前から細分化がスタートしていてバズらせていったり多くのオーディエンスを集めて何かをやっていくっていうのはもうちょっと時代的には違うフェーズに入ってたんですよで。たまたまコロナショックもあってというところで重なってる作業ですよね。 どうしてかというと僕 y o u t u b e 始めようと思ったのはコロナショックの前にスタートしてるんでそういうことだと思ってます。で2つ目の理由としては、えー、SNS これすごくリンクするところだと思うんですけどもう個人がぶっちゃけ何語だろうがつながれる時代なんですよ。翻訳ソフト <laughs> 翻訳ソフトだけで正直趣味一緒だったら何か何が言いたいかぐらいは分かりますよ。もうベクトル方向性もそんな間違いないです。うん なのでそれは、うん、やっぱり個人が確定できた方がより密度の高いコミュニケーションにはなるけどできる時代が来てるってことです。でもう一つ YouTube だけではないことかもしれないけど、まあ、僕自身が世界中にもうアンテナ張って興味があるっていうことを長く続けてるからもうそこで選ぶ道というのは、まあ、バーチャル化僕のバーチャル化というのかもしくは えー、自分自身というのが何かしらの価値,価値ですよね。自分をブランディングしなきゃいけないのが YouTuber なんですよ。だから何かしらの価値に到達しなきゃいけなくて、その上ではもう分母をとにかく広げていく。そしたら Google のーよく GAFA なんていうじゃないですか。<laughs> そこのプラットフォームがどれもこれもいちいち魅力的なんですよ。 そのどれかを利用するって中で、まあ僕はだから G ですよね。まあユーチューバー、Google ですから、そこが今自分に合ってるんじゃないかという判断の下で動いているってこところでございます。まあ、なのでこういう三つの理由ですね。三段階理由みたいな感じですね。っていう感じでございます。で最後のところのこの戦略的な部分というのは存じ得ないですけど、サードアルバムで世界各地の音楽テイストを取り入れるというのはもうどんどん,どんやるべきことですよね。 なのでこれは成功法だと思いますしこれもインターネット上で発信していけばそれだけでもゼロよりはマシなはずですあとは前回か前々回の動画で言ってたような資金力をどこにどのタイミングで投入していくかなんだと思いますいい人脈も今も淡々と積んどけばいいんですよそう思います <laughs> ね、これはもう売る側の責任ですから売る側が頑張ればいいんじゃないかな当然頑張ってると思います そんな読みでよろしいでしょうかありがとうございました。続いてまいりましょう。さあ、じゃあこれもレスレスになったやつですね。えっ、ー、と、パパ、はなたれさん。パパ、花たれでございます。ご丁寧なリプレイありがとうございました。やはりクニオちゃんでは失礼なのでクニオさんとします、えー。クニオさんのご見解、我が意を得たいです。海外では宗教観、政治観を問われることのおご指摘も5位です。 ベイメーターもリホちゃんもしっかりとした世界観、人選観を持っていると思います。ストレートな桃入れ困難であれば、自分たちの言葉をマイルドな形でも歌にしていくということでしょう。それができる人たちだと思います。それにしてもまだまだ僕たちの、うん、心底には、心底には <laughs> えと与えられた民主主義という意識があるのかもしれないと思います。 クミオさんからの宿題僕にはなかなか大きな課題ですので、えー、時間をもらって考えますベビーメ,メタに関連してクラウドファンディングの件横文字だけで圧倒されてしまいますいずれにしてもコロナにより大幅なプラン変更修正があるんでしょうねそれを待つしかないのはもどかしいですが災い災い転じて福となるような展開を期待しています、えー、ちなみに女神バンドで触れた弓木エリのちゃんは えとキリリンンのののギタリストトです他のバンドのサポートもしているようですもうすぐ30歳ですが普段はあどけない語り口のまさに少女ところがステージ上では変幻自在に弾きまくりそのギャップはスーちゃんに似たところがありますぜひ動画を見てくださいまたまた長文失礼しましたねこれねじゃあ、えー、と続けてくれてるタツドンさんも紹介してみましょうタツドンさん、えー、ユミキさんかわいいですね プレイイスタルルはブーージーな感じですね。メテラー的にはリーサー X とアステリズムのはるかのバカテク10代娘のツインギター見てみたいですねベイメダファンのメアリーズ・ブラッドのサキも好きですがドラムはツーバス必須でベースはタッピングできればなおかですねそれが正規末みたいにそれぞれプレイスタイルが違うグループでも面白そうです でさらにパパ花たれさんがタズオさんありがとうございます。年齢的には娘世代なので応援しています。ご紹介の人たち映像を見てみます。というくだりでございました。余計なとこ拾ってたらすいません。あーでもありがとうございますね。ねこれキリンジ見ました。あ、見ました。知ってました。そういうことかって繋がってきますね。うん面白い。でこれはスーちゃんに似たところがありますっていう捉え方なのは面白い。 面白いっていうかこれメタルファン僕はどっぷりメタルファンじゃないんですよ。多分ハードロックファンではあるんですけど、そうなるんですかね。これこれはあの感覚なるほどっていう段階です。ね。うん、このああこれ聞かなかったあのメアリーズブラッドの先あなるほどこれ後で調べてみます。 了解了解で世紀末はね世紀末将棋世紀末僕ねフランス公演見てるんですよジャパンエキスポの時めちゃくちゃ良かったお客さん少なかったけどうんめちゃくちゃあのあのバンドめちゃくちゃいいっすねあとうんもうカッカヨーロッパの全カ国語を使って MC するのよもうああいうああいう才能にあふれた人ってもう 他いるんですかね。見たことない。あでもショコタンが近い。<laughs> ショコタンすごいっすよ。中国ペラペラとかね行きますからね。すごいっすよ。中国行けば中国語、アメリカ行けば英語行けますから。あの人もすごいっす。<laughs> ね。まあ日本人すごい人いっぱいいますよって話ですね。 ちょっとまあこういう話もまたメタルのところ深掘りできるようなところあったら面白いですね。これりほちゃんも触れてくれてるからリリホリホはメタル流れてないですよだけどダンスっていうところでアタック感強く先取りのリズムの取りができるからメタルで踊ってても嫌じゃないなと僕は見てて思いますね。当然だからモアメタルとはスタイルが違うっていくつかの前の動画でも言ってますけど、うん、そこは僕の目だとひいき目じゃなく多分ダメじゃない絵になってると思うんですよね。 でも今そういう時代ですよね。ソウル、R&B、ロック、ごちゃごちゃ言ってないで、その音楽にアジャストしろよっていうところだと思いますね。<laughs> まあ、ごちゃごちゃ言ってるやつが言うのもあれですけど。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いてまいりましょう。お田中さん、えーと。この画面に字幕かっこ C があったので出してみたところが、うん、ベインメーターとかフルーマメタルなど思わず苦笑 Google 翻訳なんだろうね。exactly. その通りです。 これね僕実は直せんですよ。でもないちいち直してるとやってみたの10分ぐらいあの。鈴木愛理のところかな。前のすごく4月12日に撮った鈴木愛理のところで最初の何分かやってみたんだけどあれだけで10分かかったんですよ。でこれやってると例えば5分の動画のところでやろうとしたらもう15分とか20分かかるはずなんですね。俺だとうん持ち時間どうかなって話になってきてます。 何か考えていくいい方法を考えてる最中です。誰かやってくれるんだったらもう無償でお酒ぐらいおごるみたいなあの世の中がそういう風潮になってきたら <laughs> っていう感じで考えてます。引き続きアドバイスお願いします。あたす。あ、見ていただいたありがとうございます。やってみてくれたありがとうございます。続いてまいりましょう。クケさん。 アイドルの政治的発言は問題ないと思いますがそれは本人が勉強して自分の言葉で言うならばであり例えばキャリーさんのハッシュタグに関してはどうやら事務所社長のご利用しが原因のようなそういう本人の意思とは関係なく広告投与されてしまうような状況はいかがなものかと思います事務所によって普段からパワハラが横行しているようなので点々点なるほどこれキャリーパンパンのツイッターの話だねこれ憶測ですけど 憶測ですけどというかキャリー・パンパン僕デビュー当時からいろんな発言を見ているから言えるのは彼女もしかしたらだけど全然違うかもしれないよもしかしたらだけどいろんな大人のことをこのどちらかというとこういうふうに落としていく芸事務所ももしそれ分かって僕この場合分かっててやってると思うんだけどそれでちょっとなんかインフルエンサー的な社会にご意見申す的なポジションっていうのをもしかしたら欲しくてわざとやってるかもしれないですね。 なんでかとというと初期の頃からメディアとかにそんなに悪い意味じゃなくご意見版として取り上げられてる例がえと新聞社であったりインターネット上で他社に見られたんですよ。でこういうことをやるためには僕は何個か前の動画で言いましたけどジャパンエキスポフランスパリでの動員数っていうのが0 1上がってるやつの報道っていうのも目にしているんでそれも連携組まないと絶対できないんですよ。どっかかかだけけマジなな数字出すわけにいかないから いろいろな裏付けの中で言えるのは彼女を広告塔にして何かメッセージとかアドバイス他のところでさせていくっていうような組合が組まれてると思うんですよね。でこれ自体は僕全然悪くなくて彼女だけじゃなくて他の人もいっぱいやってるんでこれが日本の芸能ですよ。ただから外国の文章とかそういうところではそういう報道はあまりされてないからここが日本語文献で読むのか英語文献で読むかの差,差なんですよね。これベビーメタルにもも言いますし鞘師加入の件も 他のアーティクルニュースですよねニュースで見れば、うん、その質の違いは明らかということです。でもだから日本がダメってわけじゃないですからね。それが日本の芸能界のシステムなんです。報道のシステムなんです。組合なんです。だからちゃんと両方読んでいって面白さを我々で分かっちゃいましょうってことです。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。キャリーの話ね。なっち すごいですよ努力して才能ある人だと僕は思ってますじゃあ続けて参りましょうこれ来たなお朝日奈さんありがとうございます、えー、コメント読んでいただきありがとうございます日本と海外の音楽の未来像難しいですが自分なりに思うところを書かせていただきます6知識もないので多分ずれたことを言っていると思いますが笑い B メタがこれだけ認められたのは90年代のロック氷河期が終わりメタルが見直されレジェンドたちの復活再結成などの流れにうまく乗れたのも一つの要因と思っていて、えー、さらに昨今でも人間椅子のあの頃のあのハードロックサウンドが見直されてますよね。 バンドメイドも独自のテイストを加えていますがいわゆるロックサウンドカッハードロックという人もいますが自分的にはそれに当てはまらないかなで評価されています何が言いたいかというと最先端時代遅れという考え方がなくなって良いものは良いという時代になったと感じていますカッ AOR も見直されているそうですね自分はメタルの入り口は正規末なので、えー、と長官の FaceToAce ーーも大好きです 自分的には世代や国境といった壁は減っていくもののジャンルはどんどん細分化して世に広がりづらくなるイメージを持ってしまいます。ましてアーティストたちは YouTube などの普及で現役のライバルだけでなく過去のレジェンド名曲とも戦わなければならないんですから大変ですよね。 それとハードロックが流行りそれを否定するパンクが流行りメタルが流行りそれを否定するグランジが流行りテクニカルなものを追求してはそれをまた否定するという流れは未来も繰り返すのかなとざっくり思ってます音楽から少し脱線しますが自分はアイドルアーティストに一番大事なのは分かりやすさだと思っていますかっこビジネス的な話は全く分かりません笑い Perfume フフで言えばシンクロ率高すぎなあのダンス ビーミタで言えばダンスもさることながらあのカインバンドそしてスズメタルのまっすぐな歌声モーニング娘。で言えばサイスさんがいた頃のフォーメーションダンス道重さんのうざキャラ元気当時は知りませんでしたが何かの番組でモーニング娘。ってまだやってんのと言われたことでモーニング娘。の名を残すと腹を割ってうざキャラをして,いた時いやし,していたと聞きようやく道重さんの凄さを理解しました。 えー、興味のない素人が見ても一発でわかる凄さがアイコンとして必要だと思っていて自分はアニメのマクロス・フロンティアも好きで無論デルタのワルキューリも大好きです。 えー、メインと中島メインにもハマってましたあ中島めぐみにもハマってましたが、えー、ボーカリストとしての技量はそこまで差はないと思ってますがどうしても分かりやすくすごいテクニック歌声のメインの評価が上になりがちです過去高音に余裕がある分ピッチはまめぐの方が安定している多分はない。 ファンになりさえすればいろいろ発掘してくれますが興味ない人は実はすごいでは気づいてくれません次はどんな分かりやすくすごいが出てくるのか楽しみですできれば自分が好きなベインメタやアプ画そしてモーニング娘。はじめるとするハローかっこただいま勉強中ですがあーそれを手に入れてより多くの人に受け入れてもらえる未来が来るといいななんて思ってます次はコンパニすると言いながら無駄になくなってしまいましたお許しをお笑いいいいえいえ大歓迎ですうーん うんこれ、うん、ピックアップと申しますか,なんか見てる音楽の感覚っていうところがなるほどというところとおまあまあでもこの目線だからなるほども何もそういうことなんだもんね。を、うん、朝比奈さんが見てきた目線だから、ま、間違いもないもなくて僕の流れを話しようとちょっと今思ったんだがそんなに面白くならなそうなんで上乗りでいこうかな。 人間椅子ですよねこれ人間椅子のドラムの方僕何回かお酒飲んだこともあるしイベントも一緒にやったことあるからよく覚えてますよ、うん、あの人すっげえフレンドリーですよね <laughs> まあまあそんなこと言ってもってでどんな時期でもすげえ音楽のトークイベントとかも含めて全然ストイックにやってくれる人たち、うん、音かっこいいしね3ーピースってねもう3ーピースでかっこよくやられちゃったら 何も言うことないですよね。わ、うん、かる。地味編のエクスペリエンスとかね。うん、クリームとかですよね。うん、まあルーツはということですよ、うん。で、この世紀末ねさっき言いました。世紀末はやばい、うん。やばい。僕、曲に、曲とかというか、まあ、よくしょうがないから、キスと比べられてたと思うんですけど。 世紀末のとが俺うまいと思いますけどね。<laughs> ね、なんでしょうねこれ。まあこの比較はやめましょうかそう,、ね、<laughs> そう思っちゃいましたってことです。ね、あとこのなロックの流れね。うーん、YouTube の普及動向っていうのはこれどん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 広がっていくんで、そこの敷居というのは下がって下がった方がいいと思うんですよ。どうしてかというと若いジェネレーションがしっかり育つために余計なこと言わなくても勝手に掘り下げてってくれるから。 僕これで正常な状況だとは思ってます。ね、あとどのジャンルも残って欲しいいじゃないですかそれはもう全然知っておけば残る確率が上がるってことなんでいいと思ってますね。でこのハードロックとかパンクとかの一連の流れですよね。 これ僕が見てる見方ってロックンロールの誕生1955年ロック・オン・ザ・クロック的なところからっていうふうに考えるとプレスリーがそれをメジャーにしビートルズビーチボーイズが出てきてアメリカのサウンドリバプール要はイギリスのサウンドですよねっていうのが出てきたっていうところぐらいからが一つの基準そうするとどうしてもブルース・ルーツのロックってことでいいと思うんですよでブルース・ルーツの音楽っていうのがもうたったたった五年ぐらいでもうたった5年ぐらいで。 もう何てまうんですかもう簡単に考えてくださいビートルズがデビューした1962年と1967年もうサイケデリックフラワームーブメントが訪れてますこの5年やばいっすよ僕はそこはあの本当に本当に音楽がレボリューションした一番熱いところの5年どこ抜く切り取るって言ったら62年から67年を抜く派なんですよ で68年でもうビートルズもホワイトアルバムで解体してるわけじゃないですかそういうふうな発想なんですね。でなんとなくこのその中でハードロックのルーツがあったかってどうかって言われると、まあ、よくホワイトアルバムのレボリューションのことをハードロックのル原型なんていう人もいますよねそうすると68年になっちゃうんですけどでそうするとこの理論というところが60年代からのループというところがすごく難しくなってくるんですね。 なので僕はねパンク60これも広く古くやつは十15年説を言おうとすると62年から77年だっていうんですよね。これはパンクというところを言ったらニューヨークアンダーグランドパンクっていうののスタートとロンドンパンクのマルコム・マクラーレンがセックスピストルズなのかジョー・ストラマーのクラッシュを取るのかっていうところだと思うんですけどそういうヒストリーの中でどう当て込んでいくかっていう作業なんですよ。たただメタルで言ったら確かに こういう言い方でグランジでもグランジってパンクなねよりな気がするんですよね。だかそういうとこでいろんな文脈音楽の文脈が分かれていく話なんだと思ってます。で僕なりのこのハードロックとかの見方というのはさっき言った六十八年のレボリューションからスタートしていて、なんとなく自分の中ではエディ・バンヘイレンの七十八年 <laughs> その十年間でメタルのなんか基本っていうのはもう出揃った感じありますね。 そこからなんか早引きの競争に入るような,なんか母国そういうイメージですメタリカメガですとか皆さんおっしゃってるところっていうのはどっちかというともう僕は早引きの競争の中の後から余波で出てきてメロディックパンクとかメロディックなメタルとかいろんなものあると思うんですよねそういうようなところに繋がっていく、うん、なんか枝葉になっちゃったのかななんていうのが僕の聞き方でしたもちろん間違っっててたら言ってください <laughs> この辺の話はもう切りないですからね よよくどの国国行行っっても外国行ったらこう話してますよ <laughs> 日本人だとね若い人と話せないんですよ <laughs> そういうことですね <laughs> さあさあさあちょっと話ずれてずれてというか、まあ、メタルを話す上での歴史的な観点入れてみましたでそれでこれね「えー、とベビーメタ」の紙バンド「進めたらまっすぐな歌声配当、まあ、ーボーカルで定位置が高音にあるということだと思いますでこの「モーニング娘。で」で道重さんを例えていたのがいいなと思ってて。 僕は道重のかわいいっていうところの追求っていうのはもう彼女がいなかったら今のモーニング娘。ないんですよ。タレント化してテレビに出ていかないとこの今のモーニング娘。のブランドって出来上がってないんでもう彼女は別枠別格ですね。で三シもモーニング娘。の道重さゆみがしっかりリードしてなければ今のブランド感ではないですよ。ここは文脈がモーニング娘。の中にあるんでそれ見てくれたりすると面白いなと思うんですけど。 まあ、とりあえず、鞘師在籍時のお一通り、もしまだご存じでないんだったら見ていただいて、現在のモーニング娘。見るのが面白いのかなとは僕は思ってます。ね、で、ダンス面で言ったら、今日この後と撮りますけど、鞘師のダンスがすごいというふうに言ってたら、もう一人、絶対忘れていけないのは、ハロプロで今一番ダンスがすごいのは、佐々木梨花子です。で、実はこの佐々木梨花子は今日、5月28日が誕生日です。で、この動画を撮ります。 そっちももしよければ興味持って見てほしいですね。そんな感じですよ。いや、ダンス面、ねうん。ここはね、後でお話し,します。ね、だから、さやもそこにもちろん入るんだけれども、もう今のこの人脈的な流れでは別にあるってことですね。うん、で、この面白さ、マクロスフロンティアを挙げていただきました。メインマメグ、ね、豆、う、具、ん、ね。僕もメインの方が歌は好きですね。 マメグが悪いと言ってるんじゃなくて、えー、好きか嫌いか論ですこれご,ご存知じゃない人にお話しするとなんとなくマメグは松田聖子でメ,メインはどっちかというと中森明菜方面間違ってるかもしれないんだけど大きくざっくり真ん中から分けるとそういう感じです、ね、でメインの方が歌唱力はあります間違いないですこのメインちゃんも僕2013年のフランスのジャパンエキスポで、えー、短いインタビュー取りましたよ この時は川森昌司監督というのがいて川森昌司監督にはがっつりロングインタビューをってそれでミンちゃんもいらしてたからライブ拝見しそしてインタビューをったっていう感じだったですねフランス語訳も僕がやってた年ですそんな感じですねじゃあ続いてえー、ああこれかこの論かうんああファンになりさえすればねこんなの全部そうだよ <laughs> だから出会いですよ音楽にまつわる出会いで僕は失敗がないと言ってるのはここで知る,知るだけなんですよね知ったら何かに熱中してるいや職人でもそうじゃないですか何かに熱中して夢中になって聞いてもらうため人のために作ったものってこれ出会いが出会いが最高なんですよねだってそこの知ったって運命って言えるじゃないですかで大体どんな職人が作ったものもやばいもんないですよねで食事だって好き嫌いなければ こだわっってて作りましたって食事ドンって出されたら初めて来た定食屋でも初めて来たレストランでもうまいもんうまいじゃないですかこれなんでじゃあって知らなかったかって言ったら出会ってないだ,けだから多いバッターボックスに立ってちゃんと球を見極める練習をしていって相手のことをよく知り、うん、数出会いのコンタクトの数を増やしていくっていうことが人生は広げてくれる重要なポイントだって話ですよね。 いやー同じことなんかってるしません。そういうこと思います。ね。で、まあ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 、これはあいろんなものを音楽を知っていく、開ける扉の文章になってると思うんで、僕なんかも調子に乗って喋れるんで、えー、長い文章でも感謝してます。ありがとうございました。引き続きお付き合いお願いします。そんな感じですね。あ、じゃあ続いていきましょう。あ、田中さんまた書いてくれてる。 YouTube といえば、えっと、ディープパープル矢印ベタル姫矢印ベ,ベビーメタルという時系列このメタル姫はもういい年になりました今何をしてるんだろうかなるほどメタル姫存じ上げない <laughs> 勉強しています、ね、ディープパープルからポンとじゃあ何十年か飛んでポーンとまた何十年か飛んでベビーメタルに行ってるんですよね恐れ入ります引き続きお願いします、はい 続いていきましょう田中さん連発ですねお読みします国輪さんはどう見ていますかそれは YouTube の著作権です見たいものが出てなかったりまたは消去されてたりひどいのは消去矢印矢印サイアップの繰り返しレコード強化の著作権もありますが所属事務所も加わっているな生き物係の桜はデビュー14年後にアップされた模様 この場合消去じゃなくて削除でしたまあ意味は変わりませんが笑いそれにしてもレコード協会よりも所属事務所の方がこの件はかんでいるうースタジオあそれはスタジオ版の EPLPCD が多いようですあとテレビ局も絡んでいるかもレコード協会には削除の公式の回答があったのかな YouTube の場合音楽だけじゃないので大変ですねさらに続きますニコニコはアップの鬼のポポロンさんがいます この人は膨大な主に EP 版がありますが当人が所有しているのかな ?YouTube では、えー、サジタリアスという女性の方多分がいます。以前この人も膨大な数のアップ数でしたがほぼ全開です。本人曰く狙い撃ちされているそうです。で、YouTube といえば DeepUp についていただいたんだ。すいません、もうケツから読んじゃってるもんで。で、ありがとうございます。ねえ。 これは何に答えればいいかというとおそらく YouTubeYouTube 上での著作権そしてえっ、ー、とアップロードと削除のとどうなっちゃってんじゃいってことですよねここお答えできますねえ YouTuber1000 人超えてますからアナリティクスがいろいろ拝見できいいやっていいことやっちゃいけないことなんていうのをね熟読していた今週でございましたで他の情報もあっての総合なんですけど これ音楽的な部分ってあげても著作権側に自然にお金いくようになってるはずです。CM 乗ったら著作権側に流れるはずです。僕のこの動画というのは音楽を流したら例えばですよその人の著作権側に行くはずなんです。でこれ僕音楽なくやってるからこの著作権は全て僕に依存することになるんですよね。 でこ,のこのルールというのが音楽の著作権の中で難しいところなんですけど YouTube 上 Google 上のルールというのは日本の音楽の著作権と全く別で進行していてとりあえずなっていて分かりやすく言ったら前の僕の,あのハロプロ系の動画でお話してると思うんですけど「シャザム」っていう「あ心体パクリ疑惑」というので見ていただければもしかしたら勉強になるかもしれないって偉そうだ <laughs> 分かる理解が深まるかもしれないですけど、えっと、そこで言ってるのは「シャザム」というところで撮ってみると「 そこで多分すごい5秒ぐらいの5秒もないフレーズでも曲当てちゃうアプリがあるんですよ。もう皆さんご存じだと思いますけどね。でそれで反応するようなやつは多分ほとんど著作権が音楽持ってる側に行くはずなんです。なのでこの件というのはあ著作権も同時,同時に広告収入もそっちに行くように紐付けられてるはずなんでちなみにアップフロントハロープロですねは全部そっち行くようになってます。 それは Google の YouTube の中でアップフロントがそこに署名があるんですよ。ねえ。でこう僕これ YouTube 始めていろんな人のお話も聞いてっていうところで得た知識です。すごいですよね。なので違法アップロードというのは基本的にないんです。プロモーションビデオを上げていても音楽を上げていてもあれ全部判権元に入るんでだからサービス精神で YouTuber で上げてる人たちは上げてるだけなんですよ。面白いでしょ でこれは国内のルールではなくてアメリカの当然 Google のルールなんですよね。でそっちの方がもうワールドスタンダードなんで音楽業界が後で乗っていっててそしてこうやって田中さんのような方のところに知識としては入っていないっていう状況なのかなと思います。どうしようかって僕すらもそこを深く知らなかったですから。ね。だから我々ちょっとこれで知れちゃいましたね。っていう回答でいいですかね なので今後この上げてる方々もニコニコは僕ルール知らないですけど YouTube だったらあの本当に類似していた場合でもいくつも残ってるの僕見てるんであれ広告収入の方があの判決元に入ってるってことだったらもう全然成立してるんじゃないですかねいつからとかはちょっとヒストリー知らないんで今度分かったら調べておきますそんな感じです引き続きよろしくお願いしますいつもありがとうございますじゃあ続いていきましょうえっ、ー、とさかワンさん えと国さんコメント会社ありがとうございます。さやしの今後どうなるか分かりませんが見守っていきます。ベビーメタルのワウワウ放送後のさやしのインスタでニコちゃんマーク5つはさやしのベビーメタルに対しての思いが詰まっているんだと思いました。いやいいクリアないい見方っすね。意外とこういうコメントないですよね。<laughs> うんもうスマート。ね僕もか読み解けるところで言ったら。 今日28日じゃないですかやるとしたら今日の夜イインスタライブ可能性あるんですよねでそこを見てからなのか見る前なのかに僕もう一本撮ると思うんですけどえっとねこれ明らかにベイメタの話はもうしてないだけどもそこに対しての注意は払っていて。 全てののの去年の出会いいととかへの感謝という言葉僕前の動画でインスタの説明をしていると思うんですよあの田中さんに爆裂してるやつでその時の読み上げた言葉全部鞘師からピックアップ小夜の生の声からピックアップしてるんでそれで考えてみたらあのすごくオブラートに包むというより全部全方位包括ですよね去年包括で自分が世話になったってことをお話してるっていうことはほとんどがアベンジャーズ活動じゃないですか去年。 そこの出会いに対して現在未来につながっていくようなことを何か得たというような発言にはなってるんですよ。ねこれお前の憶測だけだろって言われるかもしれないけど、なってるもん。<laughs> もし見てなかったら、僕の,あの2時間のやつを10分ぐらいにまとめて喋ってるんで、見てやってください。まあ、そんな感じですね。うん、これあの、すごくスマートでいい文章だと思いました。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。 続いて参りまりしょう。島袋さん、えー。全然関係ない話ですがユイメタルはあの恐怖の大魔王が君臨すると予言された1999年の七の月生まれ笑いただ思い出しただけです。俺のストラダムス的なやつですか <laughs> あそういうことあでもそれこれわざとなのか最初からそうやったのか分かんないけどなんかついつま合うね。 これ何なんつうのオリ,オリラジの中田とか言ってた <laughs> しょっちゅう見てらっしゃるってお伺いしてるんで <laughs> そういうことじゃないのかな、うん、これ何かになんつうの他の聖書とか何かの引用とかで2つ3つ重なってたら超面白いですよねそれはオカルト的な読み方だからなんか僕らの場合さ「とんでもぼん」「都学会」なんての昔あったんですけど <laughs> ね、あの時はでも大月健二さんがいろんなラジオとかで喋っててくれてそっからオカルト方面行くやつらもいてそれバンドマンとかというあの似てるコミュニティーとかにいたから俺も乗っかってなんか小説読んだりね大月健二さんが読んでる小説なんか超面白いのよそれをルーツにしてどんどん掘ってっちゃうみたいなねことやってたんですようんだからその時のところのオカルトの何かと関わってそうで面白いけど今調べる余力なしって感じですだから何か分かったらお願いします そんな感じですじゃあ続いてまいりましょうえっ、ー、と石島海人さんえっ、ー、と今回も楽しく拝見させていただきました毎度拙ない文章ですが読んでいただきありがとうございますユイメタルについてメイトの中でもいろいろ言われてますが契約という観点からの推察は初めての切り口だったので大変参考になりましたスーメタルとモアメタルが以前インタビューで「カッコゆいメタルのことをこれからもサポートしていくカッコとじ」と明言していました、えー、自分たちメイトもこれからのゆいメタルをサポートしていきたいですね 音楽業界の近未来像についてですがプロスポーツでも導入が検討されている投げ銭的なビジネス形態が増えていくと思います理由は特にありませんなんとなくですかっこ笑いただベビーメタルは生配信的なことはしないのでベビーメタルには当てはまらないですかね先日のウェンブリー公演配信時に実施されたグッズ販売ならんこれも歓迎ですねお話の中でグッズ販売が一番儲かるということなのでこれならウィンウィンですしね笑い あいやいやいやうんこのユニメタル論さぜ絶対僕より皆さんの方知識あるんだよでユニメタル俺この間喋るとる時にいろいろ見たんだけどあれハロムキだしかわいいのちっちゃい頃っていうこと言ったら怒られるかもしれないけどちっちゃい頃なんかもうバカかわいいねん <laughs> だろうねあれね モアメタルもかわいいけど、ユイメタルは、うーんー、なんつうの、ほっとけない感じ <laughs>、ありますね。だから今、ほっとけない感じなのかもね。うん、ねこれは僕もユイメタルをしてたら心配さ。ちょっと見放してると、ねえ、変な事務所とか変な男に引っかかったりしたらってことでしょわかるよ。<laughs> そういうことだと思います。 ねでまあこれはこの話をこの辺にしてこれいきましょうかね「近未来像」ね回答いただいて感謝します。で投げ銭的なビジネスね、うん、これ理由はなんとなくと言っててもこれが一番あの確率高いですよ実際いろんなトークライブとかライブハウス形態でももう様々導入してますしねだけどもそのプラットフォームがバラバラだからうん。 だからこれが今度僕もやってみようと思ったけどス,パチャですよ、ね、スーパーチャット的なああいうところに行かないと思うんですよでもスパチャって確か30%抜かれるって説を聞いていてそれだとライブハウスにうまみがちょっと少ないはずなんですよだからテンバーぐらいでねなんかやれることがあったらメルカリ的なって言ったら変ですけどぐらいだったら僕バック伸びすると思うんだけどプラットフォームが国内だけだと弱いのよねこの辺どうするかっすよね 弱いけどライブハウスぐらいのものの代用だったら全然成り立つしだからこの辺もさこの動画の最初の方に申し上げました US のマーケット的な成功を成功と取るのか、まあ、年収1000万ぐらいの人の成功を成功と取るのかに似てる話なんですよ。ねえ日本人は校舎の方が得意なんだこれ。で職人気質なのよ。ピンポイントで使えるものを作るのが早くて。 うまいし、面白いのオタク的なメカニックオタク的には面白くなっちゃうもん。でも国際的には誰も使ってないの、それ。そういうことになっちゃうのよ。うんソニー製品とか日本のテレビのリモコンみたいなもんですよ。パナソニックとか書いてあってもう超ボタンあるじゃないですか。あんなの外人使いこなさないですから。そういうことですよ。ねで、グッズ販売が一番儲かるってことですよね。うん。これは本当で、 だけどもある調査ととかで公開させて、まあ、ちょっと色々聞い聞たんですよやっぱりね生での本人の手売りなんか入っちゃうグッズ販売とは比較にならないネットでのポチはこれがアイドル産業アイドル産業はライブやって FC イベントとかやってその後手売りなんか入ったらもうそいつが売ってる期間ずっと延々売れるから <laughs> ソールドアウトで終わるんですよそういう業界なんです それを接触動向ってねこのシリーズの動画でも何回も話題に出てましたけど接触というかそれはコミュニケーションだしあの元来伝統的にあった投げ銭ですよお参りに行って <laughs> 再生してるみたいな「神かよ」みたいな、ね、そういうことなんでだ,だから神バンドとか言っちゃうわけでしょそういうことなんですよ でその中の理由が音楽であることっていうのは僕は割とハッピーでなんか僕は音楽ファンだから全然それなら出せるいい,いや成長を見せていい歌歌ってくれてた後の中でも気持ちよく出せますよそういう話ですよね、うん、ねえだから新たな形というところではそのコミュニケーションというところをプラスアルファにするところが僕はネット配信の中でも必要なんじゃないかななんて思いましたご意見ありがとうございますじゃあ続いてまいりましょう えとグルーナさん、えー「今見ている時点であと16名戦達成ですね」えーと「達成したらパーティーでましますか笑い、うんえー」初期モーニングのファンに関しては邦夫さんの回想を伺ってなるほどなと思いつつそこはあ多,系統な多系統的なんだなとも思いました「あ俺の環境では今やアンチンのクスとどなたかが言っていた「モーニング娘。坂狼オた。板」 が初期の世論形成媒体としてはかなり決定的だった印象があります俺ももういたあ分割時にはひろ氏を宴会に呼んで話し込んだりした記憶がありますそれがミクシーに、えー、と周辺していくといいいのかなという構図には納得です俺は爆音書祭の美馬彦氏にミクシーに呼んでもらいましたあただその時点でも別系統として狼板には不夜城のにぎわいがあったことも確かです 24時間人がたくさんいる異様な世界でした日チャンのアクセス数でも狼が長らく最多でしたあとまとめるともはや立ち位置によって見え方が様々でどれも間違っていないなという感じですあと政治的発言に関してはその通りと思いますここも文句はありません和田彩香さんのあれこれの発言に関して結構上から見たいけ 上から見た批判が多いように思いますが俺はフェミニズム関連の論客候補として期待していますフェミ苦手なんですがそれとこれとは別長い目で成長を見守っていきたいですね、えー、それはこのチャンネルも同じこと当、えー、方の予想をかっこ大変かっこじ失礼ながら超えて多様で充実した場所になっていることを喜んでいますではまた 補足フェミニズム関連の論客広報と書きましたが、成長によって思想的なスタンスは変わるかもしれず、フェミニズムという看板に必ずしもとらわれず、個性的な表現者になるならば、無論それも良いかと思います。言葉足らずだったので、補足します。現時点であと10人。ありがとうございます。あもう読んでない皆さんにはあれですけども。この チャンネル立ち上げるか立ち上げないか当時の時からご相談というか、まあ、酒飲みながら話してただけというか <laughs> していた、ね、方なんですよ。ね、でまあ「千達成ありがとうございます」あとメッセージもいただいて感謝してます。ね、でこれえー、あれですよね「モーニング」の歴史というかやばかったモータの時代のね やつです、ね、これオオカミだけじゃなくてげ現実に現れてきた時もダメ,ダメっつうかやべえって感じの人ばっかりだったっすよ僕から見たらもう先輩連中だけですけどあだけっつうか同世代もいたけどなんつうのかななんていうのかな法治国家の中にいないっていうことですけど、うん、やばかったなあれうこれしゃべれないですもんだって俺。<laughs> 他のことは言えるけどこれグルーナさんの,これの前半は僕しゃべるのをやめさせてください <laughs> そういう感じうんでミクシー入ったってころとはビバさんビバさんはねビバさんは俺はお世話にもなったししたしだからねねえだどうこれもどう言っていいか分かんねえなもう2つ分かれるビバさんに関してはもう、まあ、2つに分かれますからね あこれ言いにくい。なので、ここはやめよう。<laughs> あと飲んだ時に話しましょう。すいません。逃げてすいません。で、政治的発言ね。ここはまあ同調でありがとうです。まあ外国行った時にお話しする席とかあったので、あの感じ、そのままですよね。で、あやちょね、和田彩香さんの言い方。彼女強いよ。うん、かっこいいよ、そして。 でああいう子だっていうのが見えてたんだけども本人がそれ出し出したのはアンジュの最後の2年半ぐらいだった気がするんですよね。そこでのこのフェミニズム <laughs> って言ったら面白くなる発言がね面白いよねってことですよね。うん、ねえ和田彩花論ってもうもはや今ハローの文脈の中で多分語れなくなってきてるんで取り入れ方難しいんですけど。 それこそこっちは山田さん方面っていうところを入れながら話した方が面白くなっちゃうかななんて思ってますね。まあなんか誕生日とかそういう時にここは深掘りしていきましょう。引き続きお願いします。ご意見とあとあのこのチャンネルを非常にあのポジティブに捉えていただいて感謝します。引き続きお願いします。あとざす。じゃあ続いていきましょう。おこれいつも読めないです。KJHGER さん。 えーと音楽の近未来像はモバイルファンクです。リンク貼ってもらってます。ごめんなさい。自分が好きなだけです。でも今このようなマイナーな人を見つけやすい時代なので、これからも国内外問わず自分に合った人を見つけて応援しながら楽しんでいきたいと思います。今 YouTube などのおすすめは、割とメジャーな人が多いですから、近いうちよりマニアックな人を紹介してくれると期待しています。いつもありがとうございます。うん、これ、拝見して聞きましたよ。うん、なんかご夫婦でやられてるのかな 面白い感じだったっすよなんかうちとかもホームパーティーの好きだからなんかコンセプトと一緒に募って飲み会プラス演奏みたいなのやったら面白いかもって思いました、うん、なんかマニアックな人を紹介するっていうので言うと例えばまあこれだけ連鎖してるんでモーニング娘。であったりメタルハロープローそしてベビーメタですよね関連とか桜組桜組,桜組じゃねえや桜学桜学院 とかそういうのを桜組ってあるんで乙女組桜組ってモニーニング娘。昔あったからいいわけで。<laughs> とかなんかそういう引用でそこの演奏もするんですけど自分の曲もやってますみたいな面白いかもしれないですね。なんかアイディアあったら提案してください。なんかおうち時間のガチおうち時間みたいな感じでやりましょう。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。じゃあ続いてまいりましょう。お呼びします。グッドグッドさんです。 いつもらえます。アイドルかアーティストかはあ出,自出自がどうとか容姿とか関係なくて、えー、現在の活動内容で、えー、判断されるのがフェアかなと人は成長するし変化もしますアメオナ・ミもそうですがあこれわかんないや、うん、萬島ひかるや篠原涼子も以前はアイドルグループで活動していましたがでも現在多くの人は彼女たちをアイドルと呼びません。 えー、しっかり女優として認識され評価されてますよねそれは現在の彼女たちの活動内容が役者業中心だからあそう認識されているわけです、えー、そしてこれは現在のベイメタややサヤ氏にも当てはまると思います彼女たちは変化し成長しそしてアーティストしキャリアを積んできたあるいは今も積んでいる最中ですかそれに僕はベイメタはある意味昔の銀幕スターみたいなもんだと思ってまして高倉健や えと厚み清、田中あ正和などプライベートは一切明かさずそして何よりも裏での努力なんか人様に見せるものじゃないとばかりに映画館のスクリーンや、えー、映像作品の中で勝負してましたよね。メディアに出てくるのはプロモーションの時だけ、まあ、裏,でも裏での苦労を見せないのはプロフェッショナルとして,としては普通のことであってこれはアスリートの中は全く同じです。 ああ僕など一般企業に勤める会社員でも同じですよね、えー、でもですね、えー、秋元康はこの全く逆をやりましたプライベートや裏での努力を人様に見せてこれで金儲けをしようってことですね僕の認識ではこれを日本式アイドルと呼んでいますこれは僕だけじゃなくて音楽業の人あるいは雑誌編集やってる僕の同僚もそうアイドルイコール偶像なんていうヘリクスはこの際置いておいて笑い えつまりプロのスキルを持たない素人の女の子でも十分金儲けになるシステムを電通と秋元は作ったわけです。でもベインメタはその秋元商法に挑むかのようにですねまるでアンチテーゼを提示するかのようにプロフェッショナルの王道の道の方を選びました。フェスやライブなど舞台の上だけで全てを見せきる。 妥協や甘え、言い訳は一切捨て去り、ステージ上で表現しているものだけで勝負する。ーメタは秋元商法のように、決して裏での努力あ、苦労や努力なんかは見せないし、接触商法やドーピング、かっこ企業で言えば大きく見せるための水増し掲載に近いかな、かっこ閉じは無論、プライベートの気流にも一切しない。 まあ、そもそも3枚のアルバムすべてですが CD ジャケットはバンドのロゴだけ本人たちの写真が1枚すらないってところに「えー、私の用紙なんか売ってませんよ音楽で勝負します」っていうメッセージ「日本式アイドルとは一線を画しますよ」っていう強烈なメッセージを込められているかなと本人たちが一切出てない MV なんかもありますしね笑い。 えつまりベビメタは秋元式アイドル日本式アイドルとは売ってるものが全くの別物なのでこれを一色たにアイドル作クりクなんかしてるとまるで同じ商品であるかのように誤解するようなカテゴライズはしてくれるなよと僕なんかはベビメタを日本式アイドルにすることに、えー、偏ってる人間こういうレッテル貼ってる人間を見ると秋元グループをベビメタを同列に置きたいと思っているのかな 秋元グループと同じものを売っているという印象操作をやりたい人間のかなとか思っちゃいますつまりそういう人間って実質的アンチなんじゃないのってイメージを落としてビーメタの目指しているところを邪魔してるんだからアイドルオタクがどう思うが全く関係ないですよ大事なのはアイドルに興味ない一般層のイメージ 一般層にとってアイドル呼ばわりっていうのは果たしてベインメタの商品価値が上がるのかそれとも下がるのかこんなの今更言うまでもない愚問であって秋元康さんの偉大な功績でしょうけどつまり商品パッケージに表記されているものと実際の中身が違ったら客に誤解を与えますからねその表記によっては客に食わず嫌いされたり新規の客を遠ざける可能性もあります実際僕もそうでしたからアイドルと聞いて「 なんだ秋元グループみたいなキャバクラ商法を恥も外見もなく海外で外人相手にもやってんのかって思いましたもんかっこ笑い。 えー、おかげでベインメタの凄さに気づくのが少し遅れましたしだからパッケージ商品表示は誤解を与えないようにするっていうのはものすごく大事なことかとまあ初めにベインメタは昔の銀幕スターみたいだって言いましたけど彼らは映画館に行かなきゃ会えない銀幕スターでしたがベインメタはライブに行かないと会えないアーティスト簡単に会いに行ける秋元式アイドルとは麻薬の存在まあそんなイメージなんですよね。 あすいやーなるほど。なるほど。ぐっとぐっとさんらしい、あのー、見解というか視点のお話だったように受け取りました。ね、でこれね僕これ何回も言ってたら申し訳ない、えー、と僕がどういうふうにこの全体の物語のところを見ているかっていうところを一回お説明してこのお質問にお答えしていただいた回答なんてのを出していきたいんですね。 で僕どういう風にこの質問のところで言うと最後のところ前回の動画でしたかというと音楽業界の近未来というところだったと思うんですよねでそこに対しての商法というところにおそらくスポット当ててくれてるんだと思いますそしてあのタレントとしての在り方のどうしてもグッドグッドさんにあるものの型というのがあると思うんですよでそれは全然あ,のあっていいと思うしそこをクリアしているのがかっこいいし面白いってなってる感じだと思うんですね でここが僕はちょっと違くてでちょっと違うと同時にこれがマスなんじゃないかと思っているところもあるんですよ。それはどういうことかというともう再三に言って説明してるんですけど今は全て細分化されていてどのマーケットもそれなりにがつきますけど成り立ってるんです。で、えー、少し昔のこの上げていただいた銀幕スターという方々のような大きなマスを映画とかですよねそこでパイを取っていくテレビもの時代もあったと思います。 そこが主体だった時代ってそこを根こそぎ持っていけるような圧倒的なメディアというのではは今ないはずなないずんんですすもちろん影響力ありますよなのでねここ難しいところで僕が言っている音楽だけでの表現というところはどこかというと近未来の細分化前提趣味多様化前提っていうところでの音楽っていうのが実はもうマスなんですよ。で実際そうだと思ってます。 でそこでの未来ということなのでここに戻しちゃうとちょっと話がっていうところが 1, 1個あることをちょっとご理解ください。でとはいえこの商法についても語ってれい,いてるところがあるので、えー、とそこにもう一回戻します。で僕ずっとこれは言えないんですけど一度も僕はね秋元商法というところはお話してないですしこのトピックの中では秋元康というのを僕から好んで取り上げたことはないんですね。でハロプロと秋元康は違うんです。 もうここを「商法」というところで一つで言ってしまうと毎回同じ話をして申し訳ない。も,もう実際に違うのでもう動き出したら来てもらうとか,もし,か,も,しかもしくは僕のお話で理解していただくってことしかないんですけどここをとにかくこのお話が来た時は説明せざるを得ないのでご理解いただきたいということを重ねる感じになります。っていうところとあとこれは最後のところなんですけども。 えと会いに行けるアイドルっていうのも当然多種多様なんです。これはもう今はね男女でも女同士男同士でも男同士はあんまないけどある,ある街はあるけど新宿だから <laughs>、まあ、そういうジェンダー的なことは除いたとしてもどういうマーケットが広がってるかっていうことを僕はもう少しもう少しあの。 ご趣味のところとか感覚っていうところも分かるんですけども広げて見ていただくことという方がなんか今の2020年のリアルがしているんじゃないかなってことは文章をお読みするために思ってしまう。ねえこれは僕がこの世界観の考え方に探求をしていないっていうわけじゃないはずなので、うん、そこを加味した上での未来的な音楽シーンの音楽ビジネスの未来像なんていうところですよね。 お話できたらなんて思っていたご質問でございました。私の説明、質問が拙なく申し訳なかったです。しかしいつも長くご説明いただいて感謝しております。ご回答いただいて感謝しています。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃ続いてまいりましょう。えっ、ー、と、これはどこからお読みするウニ娘さんのところでいいのかなありがとうございます。二文章をお読みします。なるほど、投資とリターンね。いつも見てます。あ歴代で歌がうまいハローメンを教えて。 ハローメン限定でなく、今までで歌が上手い人は男でも良いです。ありがとうございます。ね、これはじゃあ単純でいいでしょうかね。で、前の動画で僕ベビーメタルモーニング娘お好きな人向けまさやしりほとかでね。鞘師里保ベビーメタルモーニング娘お,お好きな人向けということで、えっ、ー、と3。アレンジ曲とえっ、ー、と3。歌唱面というのをあげてまして。 これ聞いていてただくともほぼ答えですよ。ですけども今ここで、えー、と歴代でといってどこの歴代を指していいかわからないのであの動画では現代というのを言っていないので現代でというところでいきましょうか現代もし歌を聴いてうまいなと思って聞きに行ける、まあ、コロナショックが収まればということにしますかでお伝えしましょう。 まあ歌で言ったらもう再三僕言ってるかもしれないんですけど「ハロー」を卒業したキンキンで言ったら鈴木愛理です。もう鈴木愛理いておくのが正解ですで現役のメンバーで言ったら僕は2020年という基軸でいたら「ダンバラルル」注目してね見ていただければということはもうこの動画では再三言っておりますね。 ダンバル,ルちゃんどう,いうことどういう子かと言ったら、えー、とアクターズスクール広島で鞘師里帆ちゃんに憧れてアクターズスクール広島に入りアクターズスクール広島のあと師里帆ちゃんの入ったハロプロに、えー、研修生で入ります、ね、モーニング娘。のオーディションを受けて入れなくてっていう順番ですけどねそれでジュースジュースっていうグループに現在入っていてもう遠くない近未来で彼女がドセンターになるのはもう間違いないですそういうような子ですね うん、ここはハローの中で言ったら聞いてみてほしいなってことですね。男性ボーカリストこれねちょっと難しいんですけど、うん、ぼ僕の見せ目線見方聞き方っていうことになっちゃうんですけどどういうふうにしたらいいかな、うん、国,内国内だともうほぼいないんですよ、うん、だけど曲も含めてでっていうふうになっちゃうかな サチモスが好きなんですよねで歌がすげえ上手くて歌で聴いてるかっていうより曲トータルで聴いてるから「サチモス」は曲ありきのかなうんだけど総合力だからで歌が上手いって言ったらもうちょっと考えたいなんか浮かばない昔の人でよければ僕尾崎豊ですよどうしてかって言ったら 音階西洋音階の12の音符以外のところで言葉を鳴らせるし響かせるし感動させられることができるあと言葉にならない言葉っていうのが込められてるなんかもう一つ,つの言葉の中に二つも三つも意味が感じられるってことですよねそこ素晴らしいと思いますってな感じでいいですかありがとうございます引き続き、まあ、こんな話はちょっとまた改めてもやっていきますんでお付き合いお願いしますさあじゃあ えとね、このターンの動画ではここのコメントを最後にしましょう。やっぱり2分になったなってことです。お読みします。 えっとザカ坂 M さん、えー、コメントを読んでいただきありがとうございます。音楽に対する幅広い知識と経験を持っている方の丁寧な返答はとても好感を持てます。国尾さんの鞘師さんの未来について、彼女にはダンスに専念させたいというイメージにはそうきたかと感じました。その周りだと思います。私の彼女の将来のイメージについて書きたいと思います。彼女の英語力と国際的なファンを考えた時、やっぱり世界を相手にした方が良いというのが基本です。そして30歳まではグループで活動させたいなって 勝手に考えていますグループのイメージですが、業界の隙間を狙うコンセプトが良いです。1、バックバンドと全面にダンス、ボーカルの3人、合計7人とする。2、バックバンドは女子とする。アイドルっぽくてかつテクニシャンで作曲能力ありを1人入れる。3、全面3人はダンス能力が高く、ボーカルもいける女子、鞘師と切磋琢磨できる子で。3が2つ続いてますね。3、音楽はハードロックとする。 4衣装はある程度統一する学生服っぽくても良い5とにかく最初にヒットチューンが欲しい最初はプロ作の曲途中から自作曲を含めていく6曲の途中でダンスアドリブとギターソロを必ず入れるこんな感じですほとんど妄想ですね国尾さんに質問があります番目バンドメイドのことが他のコメラに出てますね意外とベビーメタと番目を知ってメイト内にいます 番目って小ガモでいいのかな元アイドルの,の,の野口美香が構想事務所に話して「小鴨」「小鳩」だろうね「小鳩」の人を人選で作ったグループですそこに元ゼロのプロデューサーが曲を提供してました私は一アイドルが構想したことが簡単に事務所に受け入れられるのが不思議な感じがしました構想当時の野口美香は低迷していたように思います、えー、芸能事務所って売れなきゃってイメージがありますよね国夫さんはどう思いますか ありがとうございます。ねえ、もうこのお読みしてる段階で動画過去最長時間が決定しました。本当は90分で収めようと思ったんだけど、無理でしょう。<laughs> まあ、なので、えっ、ー、と、お答えして、この動画を締めたいと思います。えっ、ー、とね、ま,あ、まず最初、祭祀の僕の考え方には同調いただき感謝します。まあ、同じイメージになってくれてたらいいですね。同調以外でも全然大丈夫ですし。で、この1から、まあ、 さが二つあったから6、六個のこのワードってことで行きましょうか。で、このね、三十歳まで説は。ん僕、これは半分どういう形態の。人数構造かによってになるから。人数経済って、本人の個性だよね。年齢によって、ピークレベルの違う子っていうのは絶対いるんで、ピークになるべき年齢が。遅咲きなんて、もうね、いうのもあって、全然いいと思うんで。僕、そう考えてますよ。 でその上でなんですけど1個ずつ回答していくとバックバンドと全面にダンスボーカルの3人合計7人とする、うん、チェッカーズが近いスタイルだったんですよね、うん、いいと思いますね集めにくいだろうけどで長く続かないだろうけど女の子だ特にでもいいと思いますで2いきますバックバンドは女子とするアイドルっぽくてかつテクニックであテクニシャンで作曲能力ありを一人入れるねえこれバンドでやると 僕ね、これね一枚、今一番可能性高いの、ビヨーンズだと思ってますよ。これビヨーンズ、ここに近いですよ。趣味は分かれるかもしれないけど、僕、全然大好きなんで、ビヨーンズどこまで行くかっていうところこの2の中では、すごく可能性ありで見てます。もしご存知でなければ、ビヨーンズのビヨーンズ学校ってのがあるんで、それ見てみてください。僕の動画でも1から12までは解説してます。ただ 今週で終わるらしいので、終わったら全部解説するから、それ見てからでもいいです。ビヨンズ学校、お家でもビヨンズ学校です。ねあ、差し込みました。じゃ、続いて三。全面は三、全面三人はダンス能力カー、くボーカルもいける女の子、さやしとセタク切磋琢磨できる子、うん。これだから、アクターズスクールとか、昔やってた感じに近いっすよね。まあ、三人って言うから、ちょっと違うかもしれないけどね。スーパーモンキー、安室スーパーモンキーズだったり。うん そっち系ですよねわかります。これ日本人わかりやすい感じだ。うん、で、四多分4である3ね。音楽はハードロックとする。ねえ、これになると、なんかゼルダプリプリ当時の <laughs> ところを思い出す感じの方向ってこと、うん、ど,どうだろうね。 ううだろうね僕ねそこれで言うとね何だっけあの惜しかったのは技術はそうじゃなかったけど「PSILOVEYOU」PS I Love you 歌ってたあのピンクなんだっけなピンクなんとかって色彰忘れた「ピンクサファイア <laughs> あ、ね」あのボーカルのこの感じとか惜しかったけどね、うん、あとね最近タイムリーだったけどちょっとトレンドになった酒井泉さん「ザード の彼女とかがもう少しトっぽい感じでう高音出しつ,つって歌ってたらこのイメージにもなったかもしれないけどあれビーイング系ってまた難しかったからどうなったか分かんないですけどねでも今いたら面白いかもしれないですねで4と書いてあるやつ読みますえっと衣装はある程度統一する学生服っぽくても良いまあこれは結構アイディアとしてあったりするし過去に何個もグループがあるからすぐできるやつでしょうね で、5。とにかく最初にヒットチューンが欲しい。最初はプロ作の曲。途中から実作曲を含めていく。いこれはビートルズをアイドルっていう風に捉えられる人だったら基本ですよね。初期のアルバムではあ人の作曲。まあ、ローリング・ストーンズなんか特にそうですよね。ブルースのカバーだけでやって、後々に、あれだっけ、ラストタイムぐらいからですっけ。ミックとリチャーズ。リチャーズ。ね。ジャガー・リチャーズか。ね。で、やったみたいなね。 そういうことで言ったらやっていってもいいし今の子たちはできるみんなもう使いこなしてる iPhone1 台多分作曲する <laughs>、ね、だからやらしたら超面白いでしょうね、うん、それでこの順番もすごくイメージ湧きますなるほどって感じですで6曲の途中で、えー、ダンスアドリブとギターソロを必ず入れるうんこのギターソロもアドリブでいいって話ですもんね もうこ,うこういうやつらを要は食わせていくっていうところをどういう立ち位置でやらすかなんですよね。ここまでやらすんだったら音楽に集中させてあげたいってなんか俺が親だったら思っちゃう。で事務所のボスでも思っちゃう。だけど多分国内でこれを叶えていこうってなるとこれだけではマネタイズが滞ると目に見えてますね。ねそんなイメージ。でこの あのバンドメイドっていうところ詳しくないから僕喋れないんだけどあの概要調べたけどねだけどこれは同じだよこの1から6までというこの7パターン、ね、を芸能事務所で売ろうっていうのはもう古いあ芸能事務所邪魔 これをやるんだったらさっきの回答でも言ったけど SNS とかで自分たちでプロデュースしていって途中で、うん、なんか横文字でって言ってくれた人いけどクラウドファンディングみたいなの仕掛けるか投げ銭でやっていって誰か、えー、でも誰かなんか入れなくていいんだけどなちょっとちょっと経理ちょっとだけ勉強すれば経理も多分できるんだよ。<laughs> で、その向いてそうなやつにメンバー内で任せて最初から口約束でもいいから当分にするとか決めてやっていくっていうのが俺は主流になると思うけどね。 そんなふうに考えてますよなので今失敗してどっかの事務所とかで路頭に迷ってる体になってる人たちでも音楽だだけでににやりたたいいっっってててなんだったら僕全然今変えて間に合うと思いますよ YouTube でもまめに上げていくとかでもいいと思うしねで TikTok とかでもちょっとなんか自分の本当に好きなファッションとかユニクロでもいいんですよ何でもいいんですよとかと一緒にコラボしてそこに少し思い入れ入れて。 でその子の中の可愛さ魅力あと好きなものへの夢中になっている努力している姿勢ですよねそこっていうのが見えてきたら応援するさっきの言った出会いですよ出会って知ってしまったら嫌じゃなければ応援しません俺それだけだと思ってますね嫌ならしょうがないけどうんもう僕は全てのエンターテインメントというのは基本的に出会いっていうことに関して相手に あこいつ頑張ってんなで俺もこれ頑張んなきゃなみたいな気持ちちょっと,ちょっと出た時点で結構もうインスパイア受けてんですよでその気持ちを「いやいや待て待て騙されねえ」ってやっちゃういいよそれでもでもそれやってるとおぜ一生分かんないですよねそいつの持ってるためてるもの成長しようとしてるもの魂もしかしたら自分と似てるものがあるってそこによって気づきがあって。 で自分の人生が豊かになる可能性も大量に込められているってこと話まとめましょう今日の, <laughs> あの全体の中で僕がこれ最後ここで止めようと思ったのはいい質問だったからって思うんですけども「さやしりうちゃんのバースです」「すべてこれさやしりちゃんっていうのをきっかけで出会ってこの話ができるようになってるわけですよ」ならばそこにまつわるすべての音楽っていうのの エナジーですよ。溢れ出すエナジー、フィーリング、ソウル、何でもいいと思います。そこにタッチしていって、彼女が触れていた、昨日の動画でもありました、インスタライブとかで解説しているような、彼女の今、この近々1年で触れてきたことをあそこで話してるんで、そこ試してみて、ああ、こういう感じでこういう風にやってんだな、そこ触れてみて、こういう感じでこういう音楽、今、旅の途中なんだなってのを掴んでいくのが、僕は正解になる、そんな一日が。 今日誕生日、さやしりほの5月28日なんじゃないかと思っています。そんな感じですかね。では、今日おそらくあと、さやしりほ関連で最低1本を届け、もしかしたらもう1本の方は明日になってしまうかもしれないですけど、特集、バースデーということで、力強くパワフルにいきたいと思っています。長丁場になりますけど、いつ見ていただいても結構なんで、引き続き、国のチャンネル、チャンネル登録しながらお付き合いお願いします。今日も最長更新でしたけども、 ありがとうございました。また近々で。